はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。創作欲チャンネル、どうもご視聴ありがとうございます。先日はですね、クレア裏編の方クリアしまして、エクストラシナリオとして、ハンク編が出たんですけれども、ハンク編をやる前にですね、やっぱメインストーリーの方進めたいなと思って、で今日はクレアの表編の方やっていきたいと思います。はい。でですね、せっかくなんで、コスチューム変えていこうと思うんですけど、今回の、リメイク作での標準のコスチュームはこちらなんですけど、こちら、はい。オリジナルのバイオハザード2で、レオンとクレアが着てた衣装を着てのプレイをしてみたいなと思います。で、クレアはですね、ちょっと露出が増えてるんですかね。確か上着は、下に半袖着てたと思うんですけど、こうノースリーブみたいなやつじゃなくて、黒い T シャツを着てたような気がしたんですけど、ちょっと露出が増えてる感じですかね。はい。じゃあコスチュームはこちらで、でニューゲームで クレアレッドフィールド、こちらで始めていきたいと思います。それではやっていきましょう。ちょっと待ってください。ちょっとタイマーをセットします。じゃあやっていきます。難易度はスタンダード。ちょっと仕事の絡みもあるので、ぶっ続けではプレイできないとは思うんですが、最後まで動画の、上げていきたいと思います。この辺は基本一緒なんですかね。レオンの表と。神さんみたいで。この世のものじゃない。その夜は眠れなくて。落ち着いて。うちの神さん気をもね。強く持たないと。恐怖に負けちゃダメですよ。それはそうだけど、恐怖で固まってると歯をむき出しにして。なんだよ。いいとこだったのに。嘘だ。そんな。なんてこった。どうしたらいい。志村、後ろ後ろ。それじゃあもう切るね。みんな心配性なんだから。
何？誰？さあ始まりました。はい、このスタイルですね。オリジナルをやったことない人は、まあ、ちょっとわからないかと思いますけど、1998年に登場した、オリジナルのバイオハザード2の時はクレアがこんな衣装を着てました。はい、まあ、さっきも言ったように若干その露出が増えてますけど。あの、誰かいませんか？いないの？基本的にはレオンと一緒なのかな。大丈夫？待ってて、見てくる。まだマップも開けないですからね、ここは。さあ、今日も巻きで行きましょうか。じっとしてろ。あの、大丈夫ですか？大丈夫だ、下がって。なんだ、離れて。はい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 。まるで悪夢。ヘッショ決まった。起きてるの？わからない。署に行けば何かわかるかもな。あなた警官？ねえ、レオン・ケネディ。君は？クレア。クレア・レッドフィールド。この町の人？いいえ。まあ、本来は私服着てたからあなた警官って聞くんでしょうけど、これ着て
その先来てる相手に向かってあなた警官って聞くのはちょっとおかしいですけど、町と化してしまったラクーンシティです。大規模な暴動が発生したため、ラクーンシティ警察署へ避難することをお勧めします。必要な方には食料や医療品を無料で支給します。嘘でしょ、信じられない。署に行けば何かわかる。もうすぐだ。ええ、そうね。でも生き残ってるのは私たちだけだって。いや、他にもいるさ。でかい町だ。きっといる。歩くしかなさそうだ。走るの間違い。そうだな。嘘だろ。レオ、早くバックして。何なの。マジか。降りるな。早くしろ。これで傷つかないクレアは頑丈です。クレア、クレア大丈夫か？ええ、大丈夫よ。あなたは？ダメだ。ここは危険だ。そんな。先に行って。警察署で会いましょう。てのでたなるほど、こっちだよね、向き的にはね。ちょっと表辺のルートを忘れてしまいましたが、どっちでいいですね、確かに。世界の終わりみたい。警察署だわ。あと少し。はいはい、ちょっと失礼しますよ。ちょっと通りますよ。はい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 。
極力今回はクリアマタイムを短く しなきゃいけないなと思って。誰かいる？はい。で、今回は。サムライエッジアルバートモデルでやっていきますよと。ねえクリス、どこにいるの？嘘、中にもいるの？鍵はもういらないから預けちゃいましょう。まあ捨ててもいいんですけどね。さあどんどん薪でやっていきましょうか。最高。どこにいるの？さあ棚を回収して棚をどかしてよっ。女子トイレから救急スプレーを回収して早く、はい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 、開けてくれ、今開ける、はいはい、早く開けてくれ、捕まって、早く助けて、早く、さあこっちの手も、無駄玉を食っちまったぜ。
玉いただきます。板いただきます。はい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 。平気か？しばらくは安全だ。マービン・ブラナだ。ありがとう。よく生き延びたな。ええ、自分の身は守れる。立って。ねえ、何があったの？一つ確かなのは、ここに残ってるのはゾンビくらいだってことだけど。ええ、そうみたいね。それは持っとけ。念のためだ。すぐ出ていくつもりよ、クリスを見つけたらね。本当に妹か？そう。なんで？何かあったの？いや、やつは休暇中だ。数週間前にヨーロッパに行った。休暇？それはよかった。まだ朗報がある。この隠し通路を使えばここから脱出できそうだ。いいわね。平気？病院に行かないと。いや、俺のことはいい。自分で何とかする。ダメよ、放っておくわけにはいかない。聞くんだクレア。自分の身を守れ。兄貴に会いたいだろう。これを渡しておく。でもそれはあなたの。いいんだ、用心しろ。っていうかクレアの型についてるのはそれ飾り替えって言いたいんですけどね。相手が誰だろうと決してためらうな。殺すか逃げるか、どちらかだ。はいはいはいと。さあ、こっち行ってもいいんだけど、まずはこっちを片付けちゃいましょうか。この上の獅子の、ライオン、葉っぱ、タカ、ワシか。まずは一つ目と。エリオットは正しかった。頑張って、まだちょっとかかる。さあ、どんどん進んでいきますよ。誰？
はいはいはい、サックサック進んでいきますよ。はい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 、弾はなかったっけな。あった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 、はい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 、はい、失礼しますよ。一応駆け足できましたけど、ちょっと時間がいい感じなんで、1回目はこんくらいにしておこうかなと思います。はい、2回目の動画でお会いしましょう。